はい。では、ユニット五をやっていきます。まずは、えー、キーワード、単語からいきます。リアリティ。これを、えー、日本語で現実ですね。で、not long ago。つい最近。キック。何々を蹴る。exactly。そうです。その通りです。って意味になります。ボール。ボールです。 はい。では、えー、ポイント、文法いきます。今回は、関節疑問文というのをやります。関節疑問文というのは、疑問詞のある疑問文。例えば、What is this?、えー、このような疑問文を、文の中に、文中に、こう、入った文ですね、えー。これらが文中の中にある文のことを関節疑問文と言います。まあ、何のこっちゃと思うんで、後でと説明するんだよね。で、関節疑問文の語順は、 疑問詞、主語、動詞。この順番でね、ええー、なるんですけれども、例えば、what is this がね、まあ、今、疑問詞、動詞、主語になってるんですけど、疑問詞、主語、動詞なんで、what this is になってくるんですね。はい。このポイントがどういうものなのかを、この位置で説明していきたいと思います。はい。えこれは何ですかっていうのは、what is this ですよね。えこれをですね、 私はこれがなんだか知っています。えー、という、えー、文にしたときは、このようになります。まず、私は知っています。ということでね。I の、と、まず書きますよね。何を知っているかっていうと、これがなんだかですよね。このとき、これ関節疑問文と言ってですね、疑問詞、主語、動詞の順番で、この what, is, this を入れないといけないんですね。ですので、 What, this, is, と。What, this, is. この順番になってくるんですね。はい。じゃあ2番見てみましょう。彼女は何時に学校へ行きますか、えー、この場合は、What time does she come to school? になります。では、これを間接疑問文にして、あなたは彼女が何時に学校へ来るか知っていますかっていう意味にしたらどうなるか。まず、あなたは えー、知っていますかってことなんでね。えー、do you know? クエスチョンマークって形ですよね。えー、何を知っているのかっていうのが、彼女が何時へ来るか、上の文なんですよね。これが入るんですけれども、えー、疑問詞、主語、動詞なので、まず疑問詞の what time。そして主語は C ですよね。C。そして動詞はっていうと、このカムなんですね。えー、でもそのままこれカムを入れちゃはいけないんですね。 なんでかっていうと、これ、ダズシーカムになっていますね。これ、三二章単数形のダズですよね。だから、こう、主語動詞になったときは、やはりこのカムは、カムズにしとかないといけないんですね。まあ、ここを見てね、カムズとちゃんと判断してください。で、カムズとスクールっなるわけですね。はい、三つ目いきます。はい、彼はいつ出発したのですかっていうのは、when、when、いつだか when なんで、when did he leave? になりますよね。 では、これを、私は彼がいつ出発したかを知りません。にしたらどどどうなるかっていうと、まず私は知りませんって言ってますんで、I don't know ですよね。私は知らないとで。何を知らないのかっていうと、彼がいつ出発したかなんで、まず疑問詞の when 入れて、で、主語動詞になるので、彼がの日、そして出発した。今回、ね、出発した、こういいかな、ディドリーブになってるんで、これ過去なんですよね。 だから、過去形の、リーブの過去形はレフトなので、レフトを書くことになります。いつ彼が出発したのかを知らないというのがあるわけなんですね。はい。それではですね、ウ、え、ォームアップをやってみてください。そして、えー、まあノートにね、ノートで紙にやってくださいね。うん。で、やったら丸付けして,て書き、解説聞いてください。それではどうぞ。 はい。では解説します。はい。私は彼がどこに住んでいるかを知っています。ということなので、えー、まず私は知っていますが、アイノーと。で、疑問詞の主語は、えー、まあ、これ、ひーですよね。彼がなんで。で、これ、現在形の文ですよね。どこに住んでいるかだから、動詞は注意しましょうね。えー、アイノーの後は、まず、えー、どこって言ってるんで、ウェアですね。ウェア。 で、主語は非。で、動詞は、これ、主語が非なんでね、えー、l e a にしないといけないですね。この s を忘れないように気をつけてください。はい。えー、で、2番目。愛のに続けてですね。えー、全文書き換えなさいです。私は知っている何をかっていうと、この女の子が誰なのかをってことですね。なので、 はい、ノウ。はい、た後で、疑問詞が「ふ」ですね。で、主語は「this girl」ですね。で、動詞が「is」。はい、こうなるわけですね。この少女が誰になるのか知っということになります。さあ、2番目いきます。Uh, please tell me. と、what did, you, what did you buy? ですね。私に教えてください。あなたは何を買ったんですかはい。これを一文にします。はい。今回、こうね、疑問詞のところの文、疑問文がディドがあるので、動詞の形に注意しましょうね。そこで加工にしないといけないということです。はい。まずは、p l e a s e tell me と書きます。はい。で、てるひとものですから、 そのものの部分がこの What Did You By なんですよね。ですがこれは間接疑問部のルールに従って疑問詞主語動詞ですから、まず疑問詞の What、そして主語の U ですね。そして動詞なんですけれども、d i d By になっていることを考えた過去なんで、By の過去形の b o ト t を書きます。 ね、Please tell me what you bought ってなってくるわけですはい、えー、続いて3番目いきますね並べ替えですね私は彼が何時に起きるか分かりませんということなんですけれどもまず私は分かりませんって言ってるわけですから I don't know ですよねうん まず言っておくと、I don't ア n ドンとのって言っといて、で、ここから関節疑問ですね。彼が何時に起きるか。はい。疑問者、What time ですよね。そして、えー、主語は、He ですよね。What time He そして、えー、今回、女同士、ウィルがあるので、 えー、ルゲットアップですね。うん。はい。このようになります。はい。では、4番目ですね。えー、これはね、自信がある子だけやってくださいね。爆弾2個ついてるんで。はい。who is he 彼誰ですか彼は誰ですか ?I don't know that 私はそのことを知りません。ほぼ同じ意味の一つとの文にしなさい。はい。これが出てきたら、 そのことのザットがこのふういずひを表しているわけだから、ザットを取ってですね。ザットはもう、そのことはこれを指しているんで、これ取ってこれを入れたら、ふういずひを入れたらいいわけです。だから、I don't know の後は、もうふうひいずになるわけですね。意外と簡単でしたね。私は彼が誰なのか知らないという意味になってきます。はい。 そしたらですね、えー、トライを、えー、やっていきたいと思います。こちらは、まあ、まずは、えー、必ず自力でやってくださいね。で、まあ、ちょっと自信がなかったら1番やってから、こ解説聞いて丸付けしたりとかね。えー、ま、自信がないなも全部やってからでもいいと思います。はい。じゃあ、打ってください。はい。じゃあ、トライの解説していきます。 えーっと、まず、私たちは今何時か分かりませんということですよね。えー、これは、えー、we don't know の後は、すね、え、何時だから、バッタイムですね。うん。で、えー、 こういうもんですね。今何時なんですけど、こういう時刻系の主語は、it でしたよね。で、動詞は is ですよね。だから、what time, it is になるんですね。2番目いきます。私は彼に何が欲しいのか知ってる。愛の、彼が何が欲しいのか、何が疑問詞ですから、what ですね。そして、主語は彼がだから he、he. で、欲しいは want ですね。ただ、三人称単数形です、非。だから、want's。この、s を忘れないように気をつけてください。はい、3番目いきます。えー、っと、私は彼女がいつ京都を訪れるのかを知りたいと。I want t o u の私は知りたい。何をか。彼女がいつ京都を訪れたのか。訪れたのかなんて気をつけてね。はい、まず、 いつだから h e ン。疑問詞が when 主語が C ですね。で、動詞が訪れた。これは過去なので、えー、訪れるビジットに、えー、E につけてくださいね。ビジティットですよね。はい。4番目。バックダンツでですね。やるでこうやってください。はい。 さあ、これはね、えー、私はそのことを知らないって言ってる。このそのことのざっとを取って、この、what is that を挿入していくわけですね。はい。なので、I don't know の後は、what、そして主語が that is ですね。ここを入れ替えればいいだけってことになります。はい。では、2番目いきます。さあ、問題は、 えー、ー u is the、boy? ですね。えー、イド o n t に続けてということですので、えー、ちょっとこれ追っとこうかな、さあ、行きましょうか。えっ、ー、と、ま、あわかりますね、これね。うん。アイドン t k ってきた後で、えー、ー u リスボーイ・イズですね。ディリスボーイ・イズになりますで。私はこの少年が誰か知らないってことになるわけですね。はい、2番目。はい、テルミーに続けてということで。テルミー。はい。で疑問主弁ですよね。 で、主語はもちろん C ですね。で、動詞は、今回、didgo になってますんでね。過去なんですよね。だから、went ですね。go の過去形。went to the park を入れたらいいってことですね。これ、最後、クエスチョンマークですかあ、ちゃう、ちゃう。ピリオだよね。ごめん。テルミーなんでピリオだよね。すいません。ピリオだよね。 これで私に彼女がいつ公園に行ったのか教えてくれってなってるわけですね。はい。では3番目いきます。Please tell me 教えてください。How does she come to school?1 分2ということなんで、まず Please tell me 書いてくださいね。 で、ここ入れるんですけども、ハウはどうやってってことですね。どうやって彼女が学校に来るのかいうことで、まず疑問詞のハウ。小文字で書いてください。で、主語は C ですよね。あとはね、もう、ダズ・カムなっていることから三人称の単数なので、カムズにしますね。ハウ、動詞はカムズと。で、カムズ・ s c スクールとなっていくわけです。このピリオドだね。はい。で、4番目。はい。まず、do ー、no、ですよね。 で、えー、これ入れるんですけれども、ま,あ、まずはタイム書いて、で、主語がけんで,で、動詞が、ま o、あ、だずとけゲットがあるわけですからね、ゲッツになりますよね、三次の段数なんで、ゲッツは、で、エッションマーク、訳すと、あなたはけんが何時に起きるのか知っていますかとなるわけですね。はい。 それでは3番目いきましょうはい、ではいきますねはい、並べ替えですね私はあの男の人が誰なのか知っているはい、まずは私は知っているなんで I know ですよねあとはあの 男の人は誰かってことなんで疑問詞主語動詞だから「ふう」疑問詞の「ふう」主語はザットマン、ね「ざっとまん」ですねで動詞は「いず」になりますこうですねはい2番目 2> あなたは彼女がどこに行ったか知っていますかまずはあなたは知っていますかだから「どう,いうの」ですよね で、えー、彼女がどこへ行ったのか疑問詞、ウェア、どこがウェアです。で、彼女がが C で、行ったがウェントですよね。で、クエスチョンマークになります、これはね。はい、3番目。私はマイクがいつテニスをするか知らない。まず私は知らないんですから、I don't know なんですよね。 で、ここで、関節疑問文。疑問詞、主語、動詞。はい。いつ、マイクがいつテニスをするか、なので、when、疑問詞、主語はマイク。で、動詞なんですけど、今回ね、えー、これ、will があることを気をつけてください。助動詞 will は動詞の前に必要です。えー、何々するつもりって意味ですよね。だから、あなね、だからマイクが、 ウィルプレイですねウィルプレイテニスをしといてくださいねいつテニスをするのか未来になっているわけね話題になりますはいで4番目ラストかな、えー、私はあなたが何歳なのか知らないとまず私は知らないんだからとりあえず I d ですねこれ さあ、何歳という疑問詞は、えっ、ー、とね、how old になりますね。how old。これ何歳っていう意味なんですね。あと、主語が、まあ、you で、動詞は are です。how old you are になるわけですね。はい。えー、やっとキーフレーズが、まあ、覚えておます、ここね。 I know what he thinks. 私は彼が何を考えているのか知っています。そして、Do you know what she can play? まあ疑問文だから、Do you know what she can play? ですね。あなたは知っていますか彼女が何をすることが演奏することができるのかですね。あなたは彼女が何を演奏することができるのか知っていますかですね。 で、こっちは役をできるようにしてください。I heard some of them can walk, run, and、uh, even play soccer はい。えー、っと、まあね、まず頭から訳して、私は聞きましたって意味ですね。で、some of them 彼らの何人かは、えー、ということで、彼らの何人かは、まあ、それらのうちのいくつかはってことね。 歩いたり、走ったり、そしてサッカーをすることさえ、サッカーしたりすることさえ、イーブンで何々でさえっていう意味なんで、サッカーをしたりすることさえできるということですね。これちゃんと暗記しておいてください。はい、以上です。